とことんやり込む、どうもナオチンです。さあ今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあようやくねこの装備が出ました。勇者のアーマー、ずっと欲しかったのよね。で英雄アーマーにポーションバリアがついてるやつは持ってたけども、クールダウンがついてなかったのよ。しこの雪玉は今つけてるんだけども、他も微妙だったの。で、これがね、意外と使えそうだったので、これでいってみます。クールダウン、雪玉、ポーションバリア、よくない？で、魂の袋よ。魂が倍になるので、これはポーションバリアをずっと使っていくビルドプラス、苦痛の矢をやっていけるんじゃない？まあ、とりあえずね、これに、トゥルースシーカー、リフレッシュ付きのやつなんだけども、これをつけて、行ってみましょう。多分相当強い。デイリー行くね。ここが、獲得した魂が4倍になる。で、スポナーに敵がなって、プレイヤーは魂の速度、持ってます。このシンクの森、すごく、苦手なんだけどね。苦手なんだけども、まあ、行ってみましょう。はい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 、はい、あやっぱ雪玉はねいいな、雪玉いいな。おお、これいけるか。おお、よしよしよし、やっぱポーションバリアは最高。オッケー、よし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 、いい感じにポーションバリアが発動してくれてる。オッケー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 。あれだけのエンチャントの敵に囲まれても全然いけてるんで、これはいけるぞ。ここはなんかね、普通に行けばいいんだけど、どうも癖でさ、古代人の洞窟を探してしまうね。あー、ブルースシーカーの火力じゃちょっと足らないか。いやいや、そんなことないよね。実際これぐらい倒せれば上出来だよ。プラス20もここまでやれれば全然余裕と思う。すげえ数だな、どうしたこれ。おいおい、ガスト、お前いい加減にしろよ、ガストいい加減にしろよ。ああ、止まった、やばい、よし、これやばい、これやばい、よっしゃ、ギリ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 、ああ危ねえ、ちょっと火力が足らないかな。もう多分力のポーションを入れてちょうど良さそうだな。え、これもしかしてあれか、カバンを入れていった方がいい。エリクサーのさ、これでいった方がいいか。防御力を上げるよりもあっちで力のポーションを常時入れていった方が安定するかもな。変えてみるね。こっちに変えてみましょう。いや、やっぱ全然ね、1対1での強さはあるね、この雪玉って。素晴らしい。おいおい、待って待って待って。どんどん来るなって。エリクサーのカバンあった。252のやつがあったんだよな。あった。152、これいいでしょ。まあまあ出るやつは一緒なんだけどね。出るものとしては一緒なんだけど、でも高パワーのやつって持ってると嬉しいよね。まあなんかね、アーティファクトの高パワーのやつめ、ああ、喋ってたらここなっげえな。ダストがいるとこやばやば、おお、きついよ。いや、でも、全然大丈夫だ。いや、実際、普通の時だったら、これ、難しかったよ。でも、ポーションバリア、これ、いいね。無限ポーションバリア、めちゃくちゃ使える。いいよ、いいよ、いいよ。じゃあ、これで力を取っていこう。どこだ？まだか？ここ、ほんと長い。特になんか、見せ場がね、
たるわけでもなく、ただただ長い。なんだこんな感じだったっけここ。そうかそうか、やっててもなんか単調な感じだからあんまり俺回ってないんだな、おそらく。おいおい、なんだこれ、とんでもねえな、とんでもねえ。あ、これ爆弾やと、あ、そうか、ダメダメダメ、爆弾や使っていくと、そうか、リフレッシュが効かなくなるんだ。そうだそうだそうだ、矢にもリフレッシュつけてるといいですね。矢にもリフレッシュでいくとまた違った感じになるか。いや長い長い、ここ、え、キシーなんかあった、こんなとこあった。まあまあまあ全然いけるよ、余裕余裕。これあれだね、これ怒った戦い方が、そうね、このビルドは特殊、特殊な感じでいった方が良さそう。おお、なんだこれ、ガストどこにいるんだ、2回とかで出来上がって。じゃあすげえいったね。これなんか敵をさ、ある程度バーって集めてから、でそれからバシッて倒した方が良さそうね。集めるのが結構重要だわ。あ、終わり、終わりか、よし、クリアです。さあ何が出たでしょうかね。太陽の愛太陽の愛いらない。はい、ということで、今日はね、新しく入手したこれ、勇者のアーマーのクールダウン雪玉ポーションバリア魂の袋使ってみました。これめちゃくちゃ使える。で、戦い方なんだけども、敵をある程度こう自分がバーって走っていって集めてからポーション使ってバリアを発動させて倒すといい感じ。うん、今までとちょっと違う感じで、そういう戦い方をするとかなり安定しました。で、装備はまあ爆弾矢のダイナモでもいいし、普通の矢でもいいよね。魂の袋がついてるので、そっちでも全然使っていけると思います。はい、ということで、またやっているのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。